はい、どうもです。今日からねちょっと新しい、ことをやってみようかなと思って、最近ちょっとサクサクセスをなんかたまに、やってたりしたんだよ、自分で勝手に裏で。でそれで思ったのが、サクサクセスでめちゃくちゃ強い選手を作りたいなと思って、まあそれだったらちょうどシリーズ化しようと思って、サクサクセスで、沢村賞取る選手を作るっていう企画をやろうかなと思って、まあ、簡単に言えばサクサクセスで作った選手を、ペナントで回してみて、1年間回してみて沢村賞が取れるぐらい強い選手をサクサクで作りましょうっていう企画です。まあ、あの1動画で1人にしようか、基本1人で、パート何歩も100ぐらいまで、もしかしたらパート100ぐらいまで行くのかもしれない。パート100ぐらいまで行って沢村賞を取る選手を作るっていうのをやっていきたいと思います。でペナントに入れるのはオリックスです。まあ、問答無用でオリックスに入れます。なぜなら俺がオリックスが好きだからっていうわけでやっていきましょう。サクサクセス、名前はもう正直どうでもいいです。ビシエドでいいです。ピッチャーじゃまず最初だし、ノーマルで右投げ右打ちで、基本投手を作ろうかなと思う。で投手の沢村賞を作ることができたら、野手で三冠王とかを作ってみようかなと。それぐらい作れるサクサクセスをまたやっていこうかなというふうに思います。とりあえずは投手で、オリックスで、でアイテムは基本何でも OK にしよう。だから天才カードとかもありなんで、とりあえずじゃあ今回はヒーリングと、なんか強いカードをコメント欄で教えてくれ。何が強いのかなって俺あんまりよく分からない。ヒーリングはとりあえず強いっていうのは分かってるんだけど、何が強いんだろう。エクストラステージ、大丈夫博士、野球マン、大丈夫はなかなかリスキーだよね。いきなり最初からリスキーするって考えたら、野球マン登場カードとか使ってみようか。あ、リスクを犯すのはもうちょっと先でいい。なんでこの俺はいきなり序盤でリスクを犯さないといけないんだ。全体やっぱこんな感じ。序盤は体力抑えた方がいいよな、できるだけ。で結構プロ野球選手に会った方がいいみたいなのがあったんで、とりあえずじゃあ宝箱。宝箱がちょっと微妙な位置にありますね。無地パネ、青パネ、体力回復、よし山岡、よし牽制丸はいらない。お、変化球いいね。まあやる気いくしかないよな。球速5上がる、ヒーリング、とりあえず終わろう。球速なかなか強くないか、もう134キロ。ただコントロールがめちゃくちゃ悪いね。だ沢村賞を作るぐらいの選手になりたいんで、基本的にはやっぱスタミナも上げていかないといけないのかなと。幽霊、どうしようかこれ。幽霊スタミナ一回シャッフルしよう。体力近くに来てくんねえから、いいね。体力10、よし逃げ玉いいな。赤パネがなくなる。じゃあちょっとコントロール取っとこうか。やる気上げたいな。やる気今不調だもんね。なんかいいステージ来ねえかな。宝箱はこう、基本こうでプロ野球選手に会っていくと。来てくんねえかなこいつ。いやー、わざわざダウンは踏みに行くのは違うな。よし来てくれた。スタミナも上がる。田島かこれ、近藤か。よし脱三振、得能良くねえか、逃げ球脱三振。そして変化球も三球種。よしノリノリ、今のうちに踏んでいくべき。あ、ノリノリが終わった。じゃあもうゴールしよう。でステージ4で野球盤が絶対来るから、どっかで宝箱いい場所にあるね。お、よし来た野球盤。野球、遠いな。これシャッフル踏むか、いや踏まないべき。
よし追い込めた。よし追い込んだ。そして体力回復。おーし、なかなかいいね。しかも体力回復、なかなか技巧派ピッチャーに回復し、うーん、来ちゃったね。いや、これはいける、これはやれる、これはやれる。よし体力回復。山本由伸綺麗。あー、まあまあしょうがねえ。うーん、ダウンまで引いてまで取るべきじゃないな。体力回復いって、うーん、どういくか。ダウンいくか。むずいなこれ。こっちから行ったらシャッフル、あ、シャッフル、もうこっちから行こう。ヒーリングがあるんだから、ヒーリング発動してくれると信じて、あんまり発動しなかったけど。で、絶対シャッフル踏んじゃうなこれ。あー、宝箱がね、ナムさん、いい場所に来てくれ宝箱。いやー遠い。そしてヒーリングを失う。ここは宝箱諦めよう。ヒーリング失ったらでかいな。だが調子は絶好調。体力も上がる。無地パレルが輝き出した。あんまり意味がね。あー、エラーはいらないね。だったらもうここシャッフルいくか。宝箱遠いな。いや、ちょっとそれはないでしょう。初手ロックオンは、初手ロックオンはないんじゃないか。これ逃げては無理だよな、確率で。ってなったらもう行くしかない。一か八かで上に行きます。はい、やられた。だがまだやれると思う。もうなかなか強くねえか。カデにやられたと考えてもなかなか強い。1、2、あと16でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。いいやつんだ。はい、これはもう体力回復引くしかねえ。ラッキートレジャーカード。いや、なかなかいい選手ができたのにな、これ。めちゃくちゃ強くねえか。というわけで、今のはなかったことにしよう。よし。一発目だからな。あの、今のはカットすればいい。カットすれば、カットすればなかったことになる。よし、やっていこう。よし、じゃあやっていこうか。サクサクセス。沢村賞作ります。上田。名前が悪かったな。いや、なんもない。あの、初めてです。今これ初めてなんで、やっぱ1回目やっぱね、景気よくね、ガツンとなかなかいい選手を作りたいなと思います。ヒーリングとで、なんかいいカードがあったら教えてください。このカード強いよっていうカードがあったら教えてください。俺あんまり何を使ったりか分からん。とりあえずヒーリングは持つべきだっていうのは分かってるけど、ヒーリングとで、どうしようか。プロ入りカードにしようか。特に理由はないけど、特にあのでゲームオーバーになるとかそんなんじゃないけど、ただ単にちょっとプロ入りカードは持っときたかったんで、プロに入りたいんで俺は。特に深い理由はありません。お、いきなりこれがある。お、麻酔いいね。まあ、先発投手にしたいんでね、スタミナ欲しい。変化球、ハテナ踏みに行くか。いや、踏まなくていい。変化球はいいんじゃないの。いや、全部マイナスに囲まれてる。だがここで、おお、いいね。横スライダーと高速シュート、無地パネル輝き出す。そしてガンダー、体力回復もある。そして神竜カード、そして無地パネルがまた輝き出した。体力はあるよ。シャッフルしよう。
コントロール踏んで終わろうか。ちょうど体力もマックス。なかなか今回いいカード引いて、お、パネル転生ステージ、これってあれじゃない、めちゃくちゃ強いやつでしょ。きたー。体力回復を基本的に狙っていけばいいらしい。これあれやばいやつだよね。これめちゃくちゃいいやつだよね。これオールエース作れんじゃない。もしかしてこの動画パート1で終わるかもしれない。体力回復を狙いに行くべきだけど、正直確か3マスか4マスぐらいで移動するんだよ。このマスが全て変わるんで、ここじゃない、まだ。そしてムービングファスト、よし、タイル来た。コントロール、そして体力を狙いに行くが、よし、タイル。あー、ちょっといけるか分かんねえな、これ。変わるな、よし、いいぞ。おー、体力2か。いや、ハテナ踏まなくていい。おし、あー、これは宝箱優先でいいかな。宝箱優先しよう。よし、体力も、そして体力も踏める。体力踏んだ瞬間変わる。体力はない。そんなことある、ないとかあんの。あー、体力は遠いから、これは宝箱取って、取ってこれを取ると、体力、いや、いける、これ123。いやー、変わるか。まあいいや。1。よし、体力。よーし、体力6。ゴールら辺でうろちょろするのが一番いいのかな。いや、大丈夫。俺はプロ入りカード持っているんだ。どうする、これ。シャッフルして体力が近くに来ることを狙う。来ない。結構体力ないね。体力、よし、9。よーし、体力を狙っていくべき。あー、遠いな。4でシャッフル踏んでも意味ないし、ここまではいけないから、こうなったら体力、上げとこう。あー、よし、体力回復、変化すんなよ。よーし、いいね。よーし、体力めちゃくちゃ高い。これマイナスを踏んじゃうね、なんとかしたいね。あ、全部守備になっちゃった。落ち着こう、落ち着こう。一個ずつ慎重にやっていこう。今変化球ロストしなかった。今変化球ロストしたよな。よし、スタミナ。あー、これでいい。ワンチャンの体力、ワンチャンにかける。よーし、体力2か。あー、これは無理だ。変化球行きたいな。ワンチャンにかける。よし、体力回復。これシャッフルしたらあれかな、リセットされるのかな。1回変更するのも1、2、3、4、5、6。6は確かに無理だよね。ってなったら、ここでシャッフルにかける。よし、1、2、はい、オッケー。あー、調子とどっち下げた方がいい。いや、調子下がってもいいや。体力優先。宝箱行ってから体力。打球反応丸、根性丸。体力回復。一回シャッフル。あー、逆ミスった。落ち着いて、落ち着いていこう。落ち着いていこう。ここは変化球取りに行こうか。
体力もなんか体力遠くなってきたねこれ。よし体力、体力ない。いや変化球ロストしちゃった。体力は遠い、シャッフルも遠いってなると変化球を取りに行くと、体力取れるな。よしスタミナ調子上げたいね。よしシャッフル体力がある。もう一回シャッフル。あコントローラーもうマックスか。もうコントローラーマックス球速。お調子上げたい。よし変化球が上がる。順調じゃないかなかなか。体力もしかも常にいっぱいをキープできてる。変化球がさしてなくなる。いやもう体力でいいよなこれ。体力でいいよなって言っても誰も反応は してくれないんだけどね。一人でやってるから。いや体力優先でいくけど1、2。いやここはシャッフル。よーしいいね。で体力でできたら宝箱も行きたい。よし請求、あれ請求下がってる。変化球いってシャッフルしようで、これ体力は取れる。宝箱取りたいけど一回シャッフル、もう一回シャッフル。微妙だな。コントローラーいらないんだな。体力なくなってない？体力なくない？よし体力、よし体力上げとく。体力2しか上がんない。球速、体力、スタミナ、球速、体力はこれは届かないから宝箱行こう。よし体力、そして変化球いいね。ムービングファースト、高速シュート、スライダー、球速、あと球速とスタミナと変化球の特能だな。結構まだまだあるね。ハテナ踏む勇気ないよな。これハテナ踏まなくていいよね正直。この状態になったらシャッフル。体力ないね。シャッフル、あーいや2しか回復しねえ。なんか来てくれ。あー1、2、3。シャッフルを踏んで近くに来ることを狙うか、ここで体力回復を狙うか。悩みどころですね。大ギャンブルだよこれ。こっちのギャンブルをするかこっちのギャンブルをするか。だから俺はここで体力回復引くと思うんだよな。ってなったら俺はこっちにかける。ヒーリングは発動しないと。よーし来た。まだやれる、まだ参える。シャフ常に体力を。よーし体力10。シャッフル、みんな終わったと思ったでしょ確実に。俺も終わったと思った。だがまだやれた俺は。正直スタミナはそこまでいらないんだよ。ペナントの場合スタミナは別にそこまでいらない。大事なのは特能と球速と変化球コントロール全部です。よし変化球、変化球新しいの欲しいね。
体力はないな。ハテナ踏むのは怖い。真ん中らへんをうろちょろするのが一番いいはず。これはもう待とうか。変更すんの。ワンチャンヒーリングで回復もできた。ハテナナムさん、あー侵入か。まあまだいい、ヒーリングしないよりはいい。体力がいい、いいね。体力がなかなかいい体力を引いてるよ。シャッフル、体力来い。シャッフルしよう。よし、やる気はいいね。やる気上げたいから、ハテナ行くか。いやー落ち着こう、一回落ち着こう。ちょっとね、調子がいいとこういうことになっちゃうから、一回本当に落ち着いていこう。調子がいい時こそ落ち着く。よし、変わるのは分かった。今1234いける。やる気も踏みつつ体力は上がらないと。あー体力優先したかったな、完璧に。よし体力きた。いやー変わるそれ。よし6。もうこの辺で体力、よーしいいぞ。体力は来ない。シャッフルもない。どうするか。スタミナももういらない。球速上げとこうか。あ、ヒーリング。ヒーリング持ってる？もしかして。ヒーリング俺持ってない？持ってるよな。ヒーリング全然発動しなくないか。1,2,3,4,5。次のステージ行くか。1,2,3。まだやれる。5。よし、8。まだ参る。1,2。絶対変わるよな。コントローラーいらない。球速はいる。1,2,1,2,3,4。ヒーリング、ヒーリング、いやヒーリングがまず発動しねえ。これはゴールだな。いやなかなか強くねえか。まだや、そしてまだ終わらないんです。まだステージ3です。もう一回来い、パレル転生。もう一回来い、2回連続来い、2回連続来ねえか。だから体力が10しかねえ。何してんの俺は。え、体力いくか。体力いかなくていいよな。いや変化球ロストはつらいね。彼も放置。あと何あげたらいいんだ。正直もう基礎能力を上げなくていいもんね。変化球だよな、あと必要なのは。もう別にゴールする必要はないわけで、ここでじゃあ変化球取りに行って宝箱踏んで終わろうか。1,2,3,4,5,6、だんだん8,9,10,11,12、ちょうど1,2,3,4,5、体力1。よーし、ここに来てヒーリング。そう、君のことは完璧に考えてなかった。そして青パネが赤パネと。そしてこうなっちゃうんだよな。こうなったらもう何もできねえわ。あ、そして終わると。だが強いよこれは。サーマラッシュ取れんじゃないこれ。いやいや、プロ入りカード持っといてよかった、マジで。今ので積んでたらマジで終わってたよ。あんだけ、こんだけいい選手できて。
オリックスの上田くん161キロ、コントロール99、スタミナ100、ストレート、ムービングファスト、高速シュートコース、高速シュートスライダー、打球反応もある根性。なんだこの選手は。登板タイプは先発もちろん、成長タイプは超番手。いや上田くんクソ強くねえか。スタミナ強化はいらない。上田くんアップロードしたいね。とりあえずまずペナントやってからだな。今のうちにライブ接続してこう。バレないようにライブ接続してます。いやマジでめちゃくちゃいい選手できたね。やばくねえか。めちゃくちゃ俺持ってるんだけど。そしてオーペラでオリックスに入れて回すと、その前にアレンジでオリックスに入れてこないといけない。よし、じゃあオリックスに入れてきたんでペナントやっていきましょう。オリックスでペナント回した。果たしてどれぐらいの成績を残してくれるのかと見ものですね。一応オリックスのここら辺はもういじらんでいいよな。どうせ何もしないしいいよね。ナルセの代わりに入れました。で上田161キロ、コントロール S、 スタミナ S、 スタミナ100。いやこれ強いでしょう。練習指示じゃなくて、起用法はスタミナ限界で、いや完投でいいや、完投してもらう、基本的に完投してもらおうと思います。関東で頼んますよ。どれぐらいの成績残してくれるか楽しみですね。とりあえずじゃあ前半戦オールスターまだ行ってみてみよう。どんなぐらいの成績残すのか。防御率2点台前半ぐらいは残してほしいね。あ、怪我なしにするの忘れた。怪我なしでやるわ。そういえば怪我しちゃったら意味ないもんね。怪我なしにできたっけ。怪我なし、怪我なしでいこうか。それぐらいだよな。あ、成長、選手の成長もなしでいこう。怪我と選手の成長がなしと。あ、帰れないか、選手の成長は。怪我なしだけでじゃあ行きましょう。よーし、オールスターまで来たんですが、じゃあ成績見ていきましょう。マジック、ソフトバンクのマジックが47なんだけど、これどういうこと？オリックスは2。うちの上田くんの成績は何ですか？ドラン！微妙。4.21。結構打たれてんな。4.21、6勝。お前、これサーブラッシュ取れんだ。こっから後半戦巻き上げたらいけるのか？なんでこんな打たれるの？ 161 キロでコントロール S で変化球めちゃくちゃすごいんだよ。やっぱ特能なのかな？あと緩急のなさかな？やっぱ先発だしね。それが響いてるのか、防御率は4点台と。山本は2点台です。あと1球して必要だったのかな。山岡も2点台だよ。なんで俺は4点台なんだ。まあいいでしょう。じゃあシーズン終了までいきましょう。よし、シーズン終了までいきました。果たしてどのような成績になったんでしょうか。見ていこう。上田 3.75、 微妙。11勝。またまた微妙な選手ができましたね。 3.75、 11勝だな。はい、ちょっと見ていこうか詳しく。これ無理じゃん。こいつだって星めちゃくちゃ多いんだよ。だって山本由伸の方が星めちゃくちゃ高いんだから、パネテン出て星出て、これでサーブラッシュ取れないってことでしょ。めちゃくちゃむずくない。投手むずいな。これもう一回パネテン引いて変化球全部出すまで終われないよな。それじゃないと無理じゃない。あと変化球一球種、意外とパネテンなくてもサーブラッシュ取れたりするのかもしれないけど、これはちょっと厳しいね。俺めちゃくちゃ、俺一発で終わると思ったんだけどな。完投は結構してる。でも脱三振は多いね。214。これ脱三振を取れてるんじゃないの。
対左 にめっちゃ撃たれてる。関係がないのがいけないのかな。コントロールはいいからファーボールも少ないはずなんだよな。そうでもないね。山本由伸が全然少ない。奪三振は多いんだよな、まあ、変化球がめちゃくちゃ曲がるからだろうね。ちょっとタイトルなんか取ってないかな、見ようか。これもしかしてワンチャン、ワンチャンでも沢村賞取れてるかもしれない。ベストナインは取れないけど沢村賞は取れてるかもしれない。いやー沢村賞、高橋で新人王で沢村賞取ってる。あー最多奪三振もしかも千賀に負けてるし、ちょっと、あーすごいな、セリーグの最優秀中継ぎ3人いる。ちょっと考えよう、ちょっと待って、一回打者やらせてくれ。サクサクセスで沢村賞を取る、企画は一回置いとこう。一回置いて、次サクサクセスで作った選手で三冠を取る。野手。じゃあ次野手やりますわ。一回ちょっと投手は一回ちょっと置いとこう。一回置いときますわ。